チームメイトやサポーターから兄貴と呼ばれ、センターバックの位置からチームを鼓舞する闘将、岩下圭介。今回はそんな岩下にまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。ラフプレーが多い岩下だが、ガンバ大阪時代、広島戦で清水選手の頭をつかみ乱闘になり、森保監督を激怒させる。ちなみに森保監督が試合中に取っているメモがデスノート説と巷では話題だが、森保監督のメモに当時の岩下も名前を書かれていた可能性は高い。ガンバ大阪時代に岩下はアデミウソンとの食事の写真をアップ。目が潤んでいるようにも見えるその写真を見て、ネットではアデミウソンの目が少し泳いでない、岩下人脈怖そうやもんな、そら断れんて、やピースをもじり2発殴られたってサイン出してる、などとネタにされる。そんな悪童岩下だが、小学生とのサッカー教室でも小学生相手に本気のシュートを打ちまくる。サッカーは本気でやらねえと面白くねえんだよ、勝負はどんな時でもマジだ、などと岩下節を炸裂。4年生との対戦ではフォワードとして本気のシュートを放つなど暴れ回った。しかし時間が経つにつれて岩下の運動量が落ちると、仲間のキラーパスに俺を走らせるなと最初の威勢の良さはなくなっていた。そんな岩下だが、高校1年生の終わりからプロのキャンプに参加。名門鹿児島実業に入学をして、1年生からスタメンを勝ち取る才能の持ち主で、その才能を高く評価され高校1年生の時から参加することになった。3年生の時には高校選手権で優勝したチームのキャプテン、最終的には J1 の5チームからオファーがあったという天才ぶり。複数チームからオファーを受けた岩下は、当時マリノスが練習参加から何から何まで手配をして口説きに来ていたため、マリノスに入団すると思っていたが、鹿児島実業の監督がうちの OB で J1 に行っていないチームを知っているかと聞かれ、3チームほど挙げた中に入団したエスパルスが入っており、監督からの清水池の指示に逆らえず入団を決める。清水に入団した際に寮のご飯を食べたくないという理由でよく先輩について行ってご飯をご馳走になっていたんだとか、同じポジションの森岡とよく行ったそうで憧れを抱くように。森岡の当時の背番号は11で、アビスパ時代の背番号11番はそこから来ているのだとか。先ほどの11番に続き、ガンバ大阪時代につけていた8番にも相当な思い入れがあるみたい。かなり前に流行していた漫画8番にちなんで8というあだ名をつけられ、次第に自分の中で8という数字がしっくりくるようになったのだとか。そのため小学生の時の背番号は8番。プロに入っての初めての監督が長谷川健太。全国高校サッカー選手権の決勝で右足の甲を蹴られ、入団した後もまだずっと痛かったそうだが、練習でリフティングがあった時に右足だけでと指示され、痛みでボールを落とすと、プロなのに落とすなと言われ、その後左足でやっていると、お前右足でって言ってるだろうと言われ、あまりの形相に痛いと言い出せず右足でリフティングを続ける。エスパルスが毎年行うサポーターサンクスデーの長谷川健太トークショーで、岩下が小言を言われる。長谷川健太は、よくイエローを取るやつ、あいつがいたらフェアプレー賞は無理、などとラフプレーの多い岩下について言及。そんな岩下だが、サッカーとの出会いは4歳の時。小学生時代に所属したクラブは強く、全国大会にも出たことがあるほど。小学3年生でスタメンとして6年生の試合に出ていた。全国大会には小学5年生の時に出場。柏レイソルジュニアと対戦。一つ上の学年にカレン・ロバートがいてボコボコにされた。結果も0対8と完敗。この負けがきっかけでよりサッカーに打ち込んだ。根っからの昭和親父だという父親、サッカーの経験はないが、もともとアスリートという人脈を生かしていろんな人にアドバイスを聞いては実践をさせていた。朝練習もその一環で、小学校に行く前にリフティングを課せられ、目標回数に達しない場合は集中できていないとして学校に行かなくていいと言われていたほど。リフティングが終わると3キロ離れている小学校までランニングをして通っていたそう。ランドセルなどは事前に父親が小学校に運んでいたそう。中学校もサッカー留学のため転校したが、家を買ったばかりであったため家族と離れ離れになり、父親と二人暮らしが廃止。母親の身長が154センチと低身長であったため、お前は大きくなれと牛乳を毎日1リットル飲まされていた。そのせいで現在は牛乳が嫌い。牛乳を飲み続けたからかは不明だが、身長は急激に伸びたそう。牛乳にチョコパウダーを入れるなど、父親は工夫をして飲み続けさせようとしてくれていた。しかし飲みたくない圭介少年は裏の用水路に捨てたところ、町内会の見回りでバレてしまう。家に帰ると言い訳をしてしまい、正座のまま父からご指導があったとか。エスパルスの同期入団に岡崎慎二がおり、寮で生活をする中、お互いをバチバチに意識していた。岡崎慎二は当時本職である右のサイドバックでの起用をされていたため、岩下は岡崎に対してクビになるよと言っていたそう。岡崎慎二とかなりの時間を過ごしたという。地元の銭湯にしょっちゅう行き、朝まで漫画喫茶で卓球をしていたこともあったそう。岩下は岡崎慎二に現在のお嫁さんを紹介しており、恋のキューピッドであると豪語する。岡崎はお嫁さんとの出会いから活躍が始まったため、今の岡崎を作り上げたのは俺とインタビューで自慢げに話している。エスパルスに入団後、レギュラーをつかむと日本代表に招集された。実は高校生の時に1ヶ月半学校を休み、マリノスの練習に参加しており、当時の監督が岡田崎して、エスパルスに入団後も岩下のことを覚えていたことが招集につながったそう。2010年2月22日に小杖さんと入籍、別品で元タレントの姉さん女房を射止めるイケメン、息子がいることも明かしている。清水エスパルスで出番を減らしていた岩下。そんな中、タイトルを取れるチームに移籍したいと思っていたが、最終的に降格圏争いをするガンバ大阪へと移籍を決断する。移籍したガンバ大阪ではまさかの J2 降格を経験する。 J2 降格が決定した最終節、岩下は1試合前に累積8枚目となるイエローカードをもらい出場停止になっており、スタンドで悔し涙を流した。
チームの残留を期待され、ガンバ大阪に期限付き移籍していた岩下は、J2 降下が決まると、J1 チームからオファーがある中、ガンバへの完全移籍を決意し、チームに残る。完全移籍を決めた岩下。実は意外な人物に J2 での戦いを相談していたとのこと。その名は小野伸二。フロアレッズで J2 を戦った経験を持つ小野は、世間の注目度が低下する中でプレーするモチベーション的な難しさを岩下に語ったが、同時にこうも付け加えたという。自分でやりがいを感じるならやる価値はある。岩下が意気に感じたのは J2 で再起を目指すガンバ大阪での挑戦だった。J2 に落ちたガンバ大阪が招聘した監督は、なんと長谷川健太。先にいた岩下が、なぜか後から追いかけたっていうイメージが定着し、強制的に長谷川チルドレンの一員に。ガンバ大阪が J2 フェアプレー賞受賞に際し、長谷川監督は実は狙っていなかったんですけど、一番もらえそうな選手が怪我で出られなかったから8番の人、とラフプレーの多い岩下を盛大にいじる。約3ヶ月ぶりに合流を果たした岩下圭介に、どんだけ給料泥棒してんだ、やっとスパイクが履けたな、と長谷川監督に給料泥棒を呼ばわりされる。2014年ナビスコカップ決勝のサンフレッチェ広島戦では PK 献上とクリアミスを決められ、序盤の2失点に絡んでしまう。また優勝を逃すのかと思った時、遠藤に笑いながら、ケイスケ3失点目はなしだぞ、集中してくれと笑いながら言われ、タイトルなりにびっくりしすぎて冷静になれたそう。チームは逆転し優勝、 J1 初タイトルを獲得。2015年ナビスコ杯準々決勝の名古屋対ガンバ大阪戦は PK 戦となり、6番目決めれば勝利の場面でポストに当て外してしまった岩下はセンターサークルに戻る際にヘラヘラ笑いを浮かべ、両手を合わせて謝ると、チームメイトである梶谷、遠藤も笑いを浮かべる。長谷川監督はこの PK 戦で勝利をしたことを振り返り、岩下は僕大丈夫です、6番目蹴りますって自分で言っていた割には外しやがってと思いましたが、と PK を外したことをいじる。2014年はリーグ戦、リーグカップ、天皇杯と主要タイトルを独占。特にリーグ戦は出場停止となった2試合を除く32試合に出場し、失点数リーグ2位タイに抑えたディフェンス陣を牽引。ガンバ大阪で出番を減らしていた岩下は出場機会を求めて J2 福岡へ移籍。怪我の影響も大いにあったが、これからはアビスパの選手として吹田スタジアムに戻ってきて、思いっきりブーイングをしてもらって、エンブレムを思いっきり叩きたいと思います。1年で J1 に戻ってくるので、来年だけはアビスパの応援もしてくれたら嬉しいです、と両クラブに熱い言葉で締めくくる。ベテランと呼ばれる31歳になり、戦う場所を J2 に移した岩下。ここでもしっかりやらかすことに。コーナーキックとなり、ポジション争いしている中、相手ミッドフィルダーの多田が倒れ込むと、何を思ったのか、右足を踏みつけ、体重をかける始末。多田は当然激怒し、岩下の足を振り払うと、次は岩下が蹴られたとして倒れ込む。判定は、なんと多田にレッドカード、岩下にイエローカードと相手を陥れることに成功。同じ試合である栃木戦、ラフプレーをした後も平然とプレーを続ける岩下はとんでもないオチを披露。空中戦の競り合いで無理にディフェンダー服部を後ろから押し倒し PK を献上。岩下はこの判定に対する抗議で2度目の警告を受け、自身も退場を命じられる。武闘派の岩下は海外チームにお構いなし、ボールに関係ないところで飛び蹴りを食らわせる。この頃から岩下はブレイキングダウンをピッチ内で披露していたようだ。移籍した時の監督はアジアの壁、井原正美。同じセンターバックに大ブレイク中の富安がおり、最初は下手くそだったため厳しい言葉や無理な注文もしていたそう。井原監督も聞いてないふりをして任せてくれたとか。富安とはプライベートでもご飯に行くなど指定関係であったそう。富安はとにかく吸収する力がすごいとして、いろんな経験を惜しみなく伝えた。最後は同じ九州にあるライバルチーム、サガン鳥栖で引退をした岩下。最終節で行ったセレモニーに、当時ボローニャ所属の富安がビデオでサプライズ登場。富安から感謝の言葉を送られると、会場から温かい拍手が鳴り響いた。深く帽子をかぶり、怪しい男がテキーラの瓶にサインを求めてきた時があり、よく見ると海外挑戦を終え帰国していた宇佐美隆だったそう。宇佐美とはガンバ時代チームメイトで、当時は宇佐美が若かったこともあり、岩下は宇佐美に対して常日頃から調子に乗るなと言っていた。久しぶりに会った時のふざけた格好での登場に対しても、岩下は宇佐美に調子に乗るなと一括して談笑したそう。2019年3月、主力ディフェンダー3人が流出し、J1 開幕からルヴァン杯を含めて公式戦3連敗、8失点と守備崩壊に陥っていたサガン鳥栖へ期限付き移籍。実は福岡の監督に就任したファビオ・ペッキオ監督と合わなかったことが大きな理由だったとか。シーズン前キャンプの際にポジショニング修正を指摘された岩下は、監督に自分の考えを伝えると自分の色は出してほしくないとして、監督からキャンプ終了後に突然戦力外を伝えられる。納得いかないが居場所がないため移籍先を探すことになった岩下。ペッキアはそんな岩下に練習場への立ち入りも禁止したという。練習場を締め出されてもコーチたちは練習に付き合ってくれたそう。見つかればコーチたちも処分されるかもしれないため申し訳なく思っていたとか、処分されてもいいからと最後の最後までよくしてくれたコーチに感謝しかないと話す。アビスパ福岡在籍時に岩下のニックネームを募集した際に集まった異名に注目が集まる。その中にはトレードマークのヘアバンや番長、さらには明太仮面などというニックネームも集まった。鳥栖時代に若手選手のモチベーションのため練習試合でゴールを決められなかったら坊主と賭けをして出場。若手選手はゴールを決められず坊主にしてきた。1週間後、別の若手選手とも坊主を賭け、結果若手2人が坊主に。
若手二人を坊主にさせた格好となった岩下は、試合に出ていないにもかかわらず、試合の次の日に遅刻をしてしまったそう。金崎と金森も遅刻したが、試合に出ていたため、岩下のみが言い訳できない状況に、その場でクラブハウスにあったバリカンを使い、お風呂場で坊主にした。監督はドン引きしていたそう。実はプロに入り、二度目の坊主であったそうで、一度目は清水時代である21歳の時、退場した試合後に、長谷川監督に初心に帰れの一言で坊主にしたことがあった。そして坊主にした翌日に免許パスポートの更新があったため坊主姿で撮影、10年間坊主のパスポートを使用することとなり、タイミングを間違えたとお茶目に話す可愛い一面も。2016年キャンプの時期、岩下と柏木陽介、李忠成と写真に写る姿が公開される。一緒に写る大物はなんと押尾学。押尾学は麻薬取締法違反と保護責任者遺棄致死罪で逮捕され、その後の裁判で懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けた人物。柏木は交友関係がないことを明言すると、押尾学は SNS で、しかし嘘つきが多いな、自分が可愛くて仕方ないのかなと投稿。タイミング的にも柏木へ向けてと思われ、怪しい雰囲気に黒い噂が流れたが、その後問題になることはなかった。引退は怪我で満足にプレーできないため、人に言う代わりに自分をプレーで示すことが信条であったが、プレーで示すことが難しくなっていることが自分でも分かり決意。足首の状態は特にひどく、息子とサッカーをするだけでも帰り道、びっこを引いてしまうほど。サッカー選手の多くは指導者への道もあるが、岩下にその気は一切なし。理由は単純で、言うことを聞かない選手をぶん殴ってしまうから。プロとしてプレーしていた時も、サッカースクールで生意気な子供にムカつき、げんこつをしそうだったこともあり、向いていないと自己分析。サッカーに対する後悔は一切ないという現在は、日本サッカー協会登録仲介に通称代理人をしているという。代理人になる前に海外でサッカーを見た時に、自分もプレーしたいというよりは、ここに契約選手を立たせてみたいと思ったそう。冨安と契約をしたいとも話す。いかがだったでしょうか。今回は岩下圭介にまつわる50のエピソードを紹介しました。今回紹介したエピソードで一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。